はい、どうも KB です。今日はですね、ちょいちょい、ネット上で耳にしたので、これは言っておいた方がいいのかなと思いましたので、今日は、そのことに関して、言おうかなと思いますね。で、ですね、ドラムの扱い方になってくると思うんですけど、ネジです。ネジ、基本的にどこかしら絶対閉まってて、それを緩めるっていうことなんですけど、スタジオのドラムセットってよくそのネジがガチガチに硬かったり、あとネジがすぐ壊れたりとかっていうことが本当に多いんですけど、まず第一に、閉める時も、グッとこう閉めないっていうのが、まず絶対ですね。ギュッて締めなくて、こうキュッてやるぐらいで全然止まるので、でそれがこうなんかギュッてやると、そのネジの、山がこうなんかこう欠けてきて止まんなくなって壊れるっていうケースが出てきますので、本当にそれは注意してほしいところですね。で、ネジの、扱い方をこう知らないと壊す原因にこうなってくるんですけど、これドラム云々じゃなくて、基本的に存在するネジっていうのはもう基本全部そうなんですけど、こういうふうに覚えるといいです。時計回り、ネジを向かって自分に向かった状態で時計に回すと閉まるって覚えた方がいいです。時計回りに回すと閉まって、でその反時計に回すと緩むっていうふうに覚えておくと、どっちがこう何て言うかな、どっちだったっけなっていうふうでこう考えなくていいので、でこう締める方っていうのはこう時計回り、いわゆる時間が進むわけであって、こう時間がなくなっていくっていうことで締まっていくっていうふうで覚えておくと、ちょっと忘れないかなと思いますので、そういうふうで、覚えてもらいたいですね。たださっきも言いましたけど、こうネジをこう目の前に向かった状態からなので、裏から見た場合は逆になってしまいますので、この状態からこうやって手を後ろに回してんってやるときは回しが逆になってくるので、そこはぜひともこう気をつけてほしいところですね。あくまでもここの向かった状態ですっていうのを忘れなければ、基本的に壊れることはないですし、あとこう硬すぎてどっちがこう緩むのかわからない時ってあるじゃないですか。でそれでこうより締まる方にやってしまうと、それもこうやっぱネジに良くないので、なので硬かったりとかしたりとかして、こうなんていうの、スティック使ってテコの原理とかでガチってやるケースとかもあるとは思うんですけど、そういうのもこう方向が分かってないと壊れてしまうので、ぜひともそれは気をつけてもらいたいなっていうところと、あとはそのテコの原理とかでスティックでガッてこう緩めることはあるんですけど、あくまでもそれはこう緩める時だけにしてもらいたいんですよね。締める時もグッてやると、このやっぱ締めすぎてしまうので、そうするとまたこうネジが壊れてしまうっていう現象が起こってきてしまいますので、ぜひともそこは、本当に注意してやってもらいたいなと思いますね。それこそこうスタジオに入ってこうハイハット このネジが壊れてて、ずっとこうやって踏んでると、どん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 勝手にハイハットが開いたりとかしていくのとか、遭遇したことあるとは思うんですけど、あれって結構ストレスになるじゃないですか。なのでそういう風にもならないために、ぜひとも使い方ちゃんと覚えた状態でスタジオ入ったりライブハウスなりでドラムを扱ってもらえたらなと思いますね。以上です。